そう。倉庫そこそこラジオ。どうも、関西で喋り手などをしております。倉庫と言います。そこそこラジオ、第9回の今回は。前回からの、続き的に。ナッツの、そこが曖昧。というテーマで、お話ししてまいります。ナッツ。ね。あの、ダイエット時の。 空腹を抑えるのにアーモンドとかがいいということでまあそんな情報もあってずっと食べてなかったんですけども解禁してしまったという話を前回したんですがそもそもナッツの定義が何なんやろなって気になって今まで生きてきた中で何気にまあもうミックスナッツというく,くりで袋にいっぱい入っているじゃないですかいろんな種類が。 まあそういうもんだと思って食べてまいりましたが大体種とか、ね、豆とかそういうイメージで食べてきたんですけどただそれをちらっと調べてみたら「ピーナッツは正確にはナッツではない」っていうのを見つけて「なんやそれ」と。ナッツ言うてんのになというところから気になってですね調べてみましたら。 ナッツと呼ばれるのはケンカ種子類と呼ばれる木の実の種の一部ということらしいんですがケンカって「かたい」という字に果実の蚊の種子類ということなんですけどもただ草の種や一部の豆を含む場合もあってただピーナッツは 喧嘩種類ではないけども一般的なナッツとして認識されているとで文部科学省が食品に含まれる成分をまとめている日本食品標準成分表ではケンカ種子類のナッツとピーナッツとかひまわりかぼちゃなどの種は同じ種実類、まあ、種実の類という分類でまとめられていると。 まあ大きなくくりでは一緒やけどその中でさらに細分化したらピーナッツとかひまわりの種とアーモンドとかカシューナッツとかは違うということになるらしいです。まあなのでピーナッツはちょっとカロリー高いのかな どうやろう、うんでもまあそんなにでもないのかなうんまあまああの一番なんか良さそうなのがアーモンドっぽいですけどねはいその辺の情報そこの情報ということです,すいませんなんせ浅いのがこの ソコペディアそそこそこラジオという感じですだから大体一日に食べていい量というのは手のひらに乗るぐらいの量だということでまあミックスナッツそれぐらいだったら太る原因にはならないんじゃないか逆にまあ,あの栄養素もあって空腹も抑えられて。 いいのではないかという情報もありますのでダイエットされてる方とかナッツ類結構効果があるようですよ詳しくは <laughs> これをきっかけにご自分でも調べていただけたらと思いますまあ結局自分で調べてくれっていう投げ方になってしまいましたすいませんまあそんな ほんとそこそこな感じですが、次回以降もお聞きください。お願いします。ソウコウでした。さよなら。バイバイ。